まり知られていない大学群を教えてください。オッケー、全部知ってた人は結構すごい。1つ目、まずは軽くジャブ。電脳名線、文系の受験生だったらもしかして知らない人もいるかもだけど、電脳名線とはこれら4つの大学の総称で、理系の難関国公立大学群だね。企業からの評価も高い理工系大学としても有名で、有名企業400社実就職率ランキングでも全800校の大学の中で最上位に位置してます。サクサクいきます。2つ目、つくよこち。つくよこちとは誰もが聞いたことがあるこれらの大学の総称なんだけど、ごめん言わせてほしい、ぶっちゃけ知名度少ないですか。今ではこれらの3大学を含んだトッキーって呼ばれる大学群が有名になってきてるけど、つくよこちっていう大学群も実はあるので覚えておいて。次、3つ目、関東上流江戸桜。もう名前かっこよすぎるよね。関東上流江戸桜とはこれらの関東の私立大学群で、難易度的には大東亜帝国の大学群の次に位置する大学群として知られています。ラスト4つ目、文統立正。文統立正とはこれらの大学の総称で、偏差値や受験難易度的には日東駒線と大東亜帝国の間に位置する大学群なんだけど、個人的にかなり注目していて、近年の日東駒線のなんかによって東京経済大学の人気が上がってきてるって言われてるんだけど、同じくして文統立正もどんどん有名かつ難しくなってくる可能性は全然あるんじゃないかなって密かに思ってます。最後に宣伝、現在こちらを開催中、興味ある人はコメント。